よろしくお願いします。
今日は天候にも今日は天候にも恵まれて、なかなか昨日水戸、まあ私笠間済みなんですけれども、すごかったですね雷。あ、誰も反応してくれない。はい、まあ、すごかったんですよ。なので、なかなかちょっと明日のライブも厳しいかなっていう話で、連絡取り合ってはいたんですけれども、このような形で心地よい風に催すことができて我々MC が本当に苦手でして、いつもダメ出しをされます。それで今日はここで2人がもたもたしてるから見るに見かねて話を出してくれました。今日もよろしくお願いします。サポートメンバーの秋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はさ最初は3人で、お送りしますけれども、後半4人になりますので、最初は3人で、はい、では次は懐かしいナンバーで、ピーター・ポール&マリージョン・デンバー、飛行機に乗って僕は行かなくちゃいけないという、これはベトナム戦争なんですか。そうですね、はい、最初そういう時代背景を知らなくって、僕は今まで悪いこと遊び回ってばっかりいたけれども、僕のことを待っていてくれ、僕は行かなくちゃいけないんだっていう歌詞を読んで、なんて勝手な男だろうと思ってたら、実は戦争に行かなくちゃいけないんだって、行きたくないなっていう、そういう歌だっていうことを知って、時代背景を知ることはとても大事だなと思いました。ではリービングオンナジェットプレイ。知らなかった。そう、知らなかったもん。All my bags zip up, ready to go. I'm standing here outside your door. Hate to wake you up to say goodbye. But dawn is breaking its arimon. Taxi wait his promise home. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Only like you never let me go. Oh, baby.
ありがとうございました。Leaving on a jet plane。放題は悲しみのジェットプレートでした。時荷物が届いて、思いがけず荷物が届いて開けてみたら、おっと嬉しいぞっていう、そういう歌です。サーモンの夜です。誰も喋らなくなったということで、これありがとうございました。あ、いえいえいえ、湖に落ちたやつ拭きもしないでそのまま飲んで大丈夫かな、ね、飲むとこにバイキンとかついてないかな、ね、はい大丈夫ですか、大丈夫、はい、あ、よかったですね。あの、今後ネタになるじゃないですか、この前のライブであのペットボトルを汚染箱に落としちゃってそのまま、あ、よかったですね、今日ネタが一つできて、これね、ここに引っかかった、このわずか、あ、そうだったですね、それがで、すっ転んで転んでペットボトルを飛ばしたんです、はい、よかったです、はい、よかったよかった、いいことありましたね。それをね、上手に話すテクというのもね、はい、なかなかこう備わってないから
恥ずかしいそうですね。ネタはあってもね。ネタはあってもね。ちょっと練習しましょうね。後でよろしくお願いします。後でよろしくお願いします。それがあるんだ。次は演歌をやります。演歌歌手で松村和子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の歌をやります。あ、大丈夫です。こちらです。はい、どうぞ。サポートメンバーの数が同じになりましたね。2対2です。何がオリジナルメンバー？いや、オリジナルメンバーですよね。もうドキドキするんですよね。このままだとサポートメンバーの数が多くなるんじゃないかって。今のところこれがフルですね。はい。最小単位が2人で、はい、その次が3人で、今フルメンバーで4人で、はい。すごいな、誰かあれ男にいるね。あ、そうかもね。私ですね。高地さんか。今日 70% だったんですよね。すごいですよね。すごいですね。ありがとうございます。晴れてるうちに。では今古いのをちょっと続けてやったので、新しいのといっても、これは去年、いや、そうだ、もっと前。ヒゲダンをやります。プリテンダーをやります。
帰ってこいよからの切り替えが。はい。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生なら続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界で得られたらよかった。もっと違う性格、もっと違う価値観で愛を伝え、
次が最後の歌になります。懐かしい歌で、シンディ・ローパーが流行らせたタイムアフタータイムになります。ありがとうございました。コトンでした。ありがとうございました。